側胸筋っていう筋肉は硬いと猫背を作っちゃうんですよ。肩からもっと言うと肩甲骨から回したい。伸びた状態で 2,30 秒止めましょう。皆さんこんにちは、大野久乃です。本日はダイエットしながらバストアップする方法について話していきたいと思います。難しいですねこのテーマで話せと言われれば話しますけども、まず結論から言いますと、バストアップは無理だと思います。なぜかっていうと、ダイエットっていうのは基本的に部分痩せが難しいからです。部分痩せっていうのを僕としてはなくはない、完全にゼロかって言われたらちょっと難しいところがあるっていうふうに僕前に言ったんですね。ただ基本的なスタンスとしてはあんまり起きないと思ってます。バストって脂肪じゃないですか。だからダイエットしていて全体の脂肪が落ちてるのにそこだけ落ちないとか、むしろ増えるみたいなことはないと思います。いろんな人をいろんな減量してる、それこそ女性の選手とかいっぱいいますけれども、なかなかやっぱりその辺は難しいかなと思います。ただ脂肪じゃなくて他の部分でバストアップすることはそれは全然できますよ。だからダイエットで脂肪が減った分、他の部分の取り組みをしていけば、ね、バストアップをするっていうか落ちないようにするぐらいのことはできるんじゃないかなと思います。でその他の部分って何かっていうと、大胸筋の筋肉量と姿勢です。この2つしかないと思ってます。でそれも、まあ、大胸筋の筋肉量、大胸筋って胸の筋肉ですね。僕も大胸筋キャラなんで大胸筋がある方だって言われてるんですけども、プッシュアップやそういった筋肉での筋トレで筋肉が増えることができます、女性の方でも。まあそれはまあいいんですけど、それは当たり前のことなんで置いときます、話さないです。なんでプッシュアップとか頑張ってください、胸張りながらやるといいと思います。それはいいんですけど、あのオブンの動画でもアーチャープッシュアップなんかを勧めてるんで、膝付きのアーチャープッシュアップなんかをするといいかなと思います。そっちの動画見ていただいて、で姿勢について解説します。姿勢的にどうすればいいかっていうと、姿勢もアプローチが3つちょっとあるんで話します。まず1つは小胸筋、胸が上がってる状態ってどういう状態かっていうと、胸郭が拡張してる状態なんですね。胸郭っていうのは人間の上部の骨格のこと、人間の内臓を鳥かごのように囲んでるのが胸郭です。その胸郭というのは骨ですが、実は360度拡張します。わかりやすいんで見てください。僕の胸、これを息、呼吸をコントロールすると、多分えげつないぐらい膨らんでると思うんですよ。閉じると思うんですよ。これは筋肉じゃなくて胸郭です。空気によって拡張する、閉じるが起きるんです。これも僕は相当ここの部分が柔らかいんで動くんですけど、人によっては全然動かないぐらい硬いって方もいらっしゃるんですね。ってことはどういうことかっていうと、そこを改善できればより胸郭が広がった状態を作れるので、バストアップするってことに関して伸びしろなんですね。だからまずその一つ、胸郭の拡張が一つで、で二つ目が胸郭の拡張をしていくためにも重要な背中側の筋肉の収縮です。胸郭が拡張、前側が膨らむってことは後ろ側は締まるんですよ。なんで背中側の筋肉を締めていくような筋トレが必要です。それは筋肉でいうと僧帽筋の下部繊維とかなんですけど、その部分の筋肉を収縮させる、筋トレというよりかは筋トレしてもいいけど、ただその部分の筋肉を収縮させるドリルをやればいいですね。ですから背中側の収縮が2点目、3つ目は腹筋スイッチです。またかって感じがするんですけど、腹筋スイッチ万能なんで効くんですよ。胸郭拡張、背中収縮した時に気をつけなければいけないのは腰が無限に反っちゃうことなんですね。胸郭を拡張し背中を締めるとより腰が反ってしまう、それすごく不自然だし腰痛リスクもあるわけです。だから胸郭拡張し背中収縮している状態でも体幹部腹筋はまっすぐでいたいんですよ。そのために必要なのが腹筋スイッチです。そうすれば胸が起きている体勢を作って、背中収縮している体勢を作っているのにもかかわらず体幹部は安定しまっすぐ立てます。ですからその3つ、胸郭拡張、背中の収縮、腹筋スイッチ、それについて、まあ、ちょっと一緒にトレーニングでやっていきたいなと思います。じゃあ始めていきましょう。はい、まず一つは胸郭拡張のための硬い部分の筋肉を柔らかくするっていうストレッチです。一つ目は小胸筋です。小胸筋っていう筋肉は硬いと猫背を作っちゃうんですよ。肩甲骨を前側にぐるっとラウンドさせちゃう筋肉で、硬すぎると猫背だと、まあ、胸は起こせないですよね。胸郭を拡張することができないので、ちょうどその胸郭拡張をするために、まあ、硬くなってると邪魔になっちゃう筋肉なんで、まあ、そこをストレッチしていきましょう。この小胸筋のストレッチは手をくるっと回して壁に手を当てて伸ばすんですけど、で硬い方はうまく伸ばせないんですね。で手を上に回してるんですけど、肘から先だけ回転しちゃう人がいるんです。肘から先だけ回転しても意味なくて、
肩から、もっと言うと肩甲骨から回したい。猫背の状態、肩が巻いてる状態でストレッチするんじゃなくて、肩をしっかりと後ろ回転して、こうじゃなくて、この体勢で伸ばすことが大切です。これをこうする。硬い肩だったら、多分こうするだけで若干背中の筋肉収縮してる感じがあると思うんですよ。でもそれで全然いいです。その体勢を作って、壁に手を当てて伸ばす。そうすると肩甲骨が自分自身の脊柱に押し付けられているような方向に動くはず。そうすると小胸筋がしっかり伸びますし、胸郭拡張に役立ちます。伸ばしながら硬くてこうなって逃がしたくなったりすると思うんですけど、これ良くないですね。これ肩を必死に巻いてなんとか逃がそうとしちゃってます。肩をこっち側にして伸ばすと、伸びた体勢を作ったら息を吐く。ストレッチの基本ですね。呼吸は止めない。最近特に呼吸を止めないってことが本当に大事だなって再確認してるんですよね。呼吸を止めてしまうと体のどこかに緊張や硬さが残ってしまって、やっぱりストレッチうまくいかないです。呼吸を止めない、気持ちよく吐いて気持ちよく吸う。鼻から吐いて鼻から吸うでもいいし、鼻から吸って口から吐くでもいいけど、まあ、ともかく口から吸わないことが大事かなって気がします。口から吐いて鼻から吸う、分かんなくなっちゃったら鼻からでいいと思います。鼻からの呼吸は体の姿勢を崩さずにリラックスして行えてとてもいいです。反対側もいきます。これが巻いてる肩をぐるっと外側に回転させる。肘から先だけ回転するんじゃなくて肩から回転し、僕の場合は左の方が硬いんで特にセットアップに気を使うんですけど、回転させて乗せる。と乗ったら伸ばす。ちょっと一昨日大胸筋のトレーニングやったんで、めちゃくちゃ大胸筋硬くて、ちょっとこの動き硬さがあるなって感じなんですけど、まあ、僕は今セッティング丁寧にやったんで無事に小胸筋が伸びてます。大胸筋も伸びてますけど、やっぱり硬さや痛みがあるから今の僕ちょっとリラックスがしにくい状態ですね。でも呼吸を繰り返してやっていくと、あ、体に力入ってたんだなって気づくので、息を吸ったり吐いたりしてるうちに自分自身の体の緊張に気づき、そこの筋肉の緊張を抜くことができる。20秒間ぐらい行えば柔軟性が上がりますので、20秒ぐらいは行うようにしてみましょう。あまりにも短い時間だと伸びる前に終わっちゃうって感じなので、ストレッチっていうのはある程度の時間、20秒とかぐらい伸びた状態でキープして、そうするとだんだん筋肉が緩んできます。神経がリラックスして柔軟性が上がってきます。短すぎる時間だと効果が少ないです。伸びた状態で 2,30 秒止めましょう。でこれが1個目です。で次2個目いきます。はい、2つ目のストレッチが広背筋です。広背筋という筋肉、結構背中ではメジャーな筋肉なんですけど、実は猫背の原因なんですね。硬くなっちゃうと。広背筋の筋肉ってすごく面積も大きくて力も強い筋肉なんです。背中の筋肉なんですけど、腰のですね、筋膜から伸びていて、腕を内側から入って上腕骨っていう腕の骨に停止してるんですね。で機能としては肩を内巻きにしちゃう機能がある。筋肉自体が強力だから、ここが硬いとどうしても巻き肩気味になりやすい。ですので広背筋に対してちょっとアプローチしないと、胸部拡張、胸を起こしていくってことが難しくなっちゃう。他の部分が良くても広背筋が硬いと、それがうまくいかないんで、しっかりストレッチもやっていきましょう。でどこのご家庭にもあるこのローグのパワーラックないと思うんだけど、何かしらで引っ張るところ欲しいんですよね。手を引っ掛けるところ、柱があればいいんですけど、柱がないとかあるかもしれないですけど、例えばテーブルとかをちょっと掴むとか、誰かに椅子座っててもらってその椅子の背もたれ掴むとか、もしくは何かしらでバンドかなんか引っ掛けておいて掴むとか。引っ掛けたいですよ。壁に手をこうつけた状態だとこれうまくできないんで、引っ掛けたいところです。腕を体幹部から引き抜いていくのはストレッチなので、ちょっと何かしらで用意してください。で僕は今回の場合は柱に手を引っ掛けます。そしてまず左手からいきますね。まず左手を引っ掛けて背中を
丸めていきます。この掴んでいるところから体全体を離していくように背中を丸めます。そうするとこの辺伸びてきてると思うんですね。僕の T シャツもボコってなってますけど、これが広背筋です。この筋が伸びると思います。腕を体幹部から引っこ抜く感じですね。でさらに伸ばす方法があって、それは足を今左手で掴んでるんですけど、左同じ掴んでる方と同じ足を後ろに引くとよりよく伸びます。でさらに体を掴んでる方と同じ手側に回旋する、掴んでる方の手の下をくぐるように回旋すると最大限に伸びます。その状態で呼吸を止めずに息を吐いてみましょう。鼻から吸う、全身楽に伸ばすようにしてください。全然緊張する必要ないので楽に伸ばしましょう。はい、OK。反対側もいきます。あくまでも腕を体幹部から引っこ抜く感じが大事です。回転させまして反対側を見ます。呼吸を繰り返していくと、もう一段階腕が体幹部からぐっと抜けたりするかもしれません。ぐって抜ける方は多分広背筋が普段縮こまってるんですね。はい、OK です。これが広背筋のストレッチですね。じゃあ次いきます。3つ目は背中の筋トレです。今は2つのストレッチで胸郭を拡張しやすい状態にした状態で背中でしっかり締めていくというトレーニングです。手を後ろ手に組んで、これは、極論別に組まなくても良い。つまり僕がやりたいこととしては、体幹部よりも腕を後ろにして、その状態で肩甲骨を下げたい、その状態で息を吸いたい、それだけなんです。だから手の位置は別に今どこでも良い、掴めてもいいし、ただ掴むことによって硬い人はここまで行って肩が綺麗な状態なのに、掴むことによってくるっとこう、分かります？掴むことによってくるっと肩が前に巻いちゃう人もいるので、掴むことに固執しなくても良い。掴めなくても例えばこんな感じで親指を掴むとか、そうするともうちょっと肩が巻かずにできたりします。こうちっちゃな棒とか紐とか、そんなの掴んでも良いです。まあ、どちらにせよ体幹部よりも手を後ろにする。くるっと回しちゃってもいいんですけど、まあともかく手を後ろにします。今回は回します。回した状態で僕は掴まずにします。この状態を作って胸郭を拡張、胸を起こす。胸を起こし、両肩甲骨を下げる。胸郭を起こし、両肩甲骨を下げる。下げる。全然下がってないですね。もっと下げましょう。下げる、下げる、下げるってやると、多分背中の筋肉がバキバキに緊張すると思うんですよ。それが僧帽筋カブテインっていう部分だと思うんですね。脇の下の広背筋にも効いてるかもしれないんですが、肩甲骨の中央部分やや下をちょっと意識してみてください。その筋肉で肩甲骨を引き下げてるんで、そこの収縮感を感じます。そのまま呼吸をする。鼻から吸って吐く。鼻から吸う。鼻を吸から吸うと胸がもっと起きるんで、より肩甲骨を下げる下げる。鼻から吸ってる。吐く。ラスト。鼻から吸って。吐く。はい、OK です。背中の筋肉が引きすぎて痺れるぐらい入った人もいると思うし、そこまで収縮できなかったなって方もいらっしゃると思うんですけど、 2,3 回繰り返していただくことによって背中の感じが分かってくると思います。今ので背中の収縮感を感じ取れないって方は、逆にめっちゃ伸びしろがあります。多分胸全然もっと起こせますね。
ですので、これ取り組んでみてください。やってた時にやりながら肩に引っかかりを感じるとか胸に引っかかりを感じるっていうのであれば、さっきのストレッチもうちょっとやってから入ると今がもっと効くようになります。というわけでこれが3つ目です。次4つ目いきます。はい、それで僕の大好きな腹筋スイッチをまたやります。胸郭拡張している時に、胸郭は拡張するけど同時に腰も反っちゃうっていうのだと綺麗なまっすぐの姿勢作れませんので、腹筋スイッチを最後に入れていきましょう。ニーリングプランクですね。膝はついた状態で行います。で、腹筋は骨盤の中でも恥骨結合、そして溝落ち、健常時についてますので、恥骨結合を健常時に引き寄せるようにして行います。言い方難しかったけど分かりやすく言うと、今天井に向かってるお尻が足の方に向くような回転、上に向いてるお尻が足の方に、つまり自分自身の後ろ側に対して向くような回転でいきます。鼻から息を吸って吐きながら楽をしていきます。今僕は完全に腹筋にしっかり入ってるんですけど、1回下ろします。あと2回やってみましょうか。10秒ぐらい止めて、手のあと2回、鼻から吸って吐きながら、戻して、はい、ラスト。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。4つのエクササイズを紹介させていただきました。バストアップのためには大胸筋をつけたいというところなんですが、やっぱりそれだけだと限界がありますし、どうしても脂肪と一緒にですね落ちてきてしまうのが自然だと思いますから、ですのでストレッチや胸郭を拡張させるアプローチ、ストレッチをして背中側を締めて腹筋スイッチは保つっていうことが大切だと思いますので、今のエクササイズをぜひ続けてやってみてください。いかにもありそうなことを、根拠がないことをまるであるかのように宣伝している動画にはちょっとヘキヘキするんで、理屈の上で僕が今思う、まあ、できる方法をお教えしたつもりなので、ちょっと役に立つと思いますから見てみてください。今日の動画はここまでになります。面白かった、ためになったと思われる方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。運動、食事管理、睡眠を最大限に高めることができるアプリ OWN のダウンロードは概要欄からよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。